皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、宝富屋アーツさんから発売されておりますすみっこ暮らしすみっこなお使いになります。宝富屋アーツさんのすみっこ暮らしの食玩っていうのは、結構発売されているようで、私のチャンネルでも以前、すみっこの学校っていうのをご紹介させていただいたことがありますけれども、今回はすみっこのお使いということで、すみっこキャラクターたちがいろんな商店街で買い物をしている風景とかのフィギュアが入った食玩になります。では早速パッケージの方ですけれども、デザインは全て同じもので、例えばこちらなんですけれども、上に何が入ってるかっていうのが書かれているところは違うだけでしたので、ちょっとこの白熊のパッケージを参考にご紹介したいと思います。正面はこんな感じ。これは全6種類のラインナップを、何やかんや合体させた状態のものですね。1、2、3、4、5、6という風になってます。で、ここになんかアーケード街的な商店街があったり、ここに台車があったり、これは公園か何かのベンチですかねっていうなってます。全6種類、チューインガムになってます。そして背面にラインナップ。1番が白熊、2番がペンギンとタピオカ、3番がトンカツとタピオカ、4番が猫。で、5番がトカゲ。で、6番がエビフライの尻尾とアジフライの尻尾。私個人的にこのアジフライの尻尾っていうのは今回初めて知りました。そんなんあるんですね、今。で、これは過去に宝富屋さんから発売されていたすみっこ暮らしのすみっこな毎日シリーズ。この中には旅気分と湯ごもり。あとは、すみっこな猫ぐるみ。ちょっと学校のラインナップ入ってないんですけれども、多分ここの連結チューインとか共通なので、学校、ちょっと雰囲気違いますけれども、つなぐこともできるようです。で、上にすみっこキャラクターたちが並んでいつつ何が入ってるかというのがちゃんと書かれているので、いくつか買って中身がわからないってわけじゃなくって、好きなキャラクターだけとか、あるいは被ることなく全6種類買うことができると。こういうのはいいですよね。では早速一つ開けてみて、中身こんな風に入ってますよっていうのをご紹介したいと思います。これやっぱり一番のこの白熊の方開けてみたいと思います。白熊は、こんな、商店街的なやつと白熊のフィギュア。あとは、こういった土台にはめることができるこのキャラクターのパネルがついているようですね。開け口はこちら。では早速開けてみたいと思います。中身は、よいしょ。まずはガム。そして中は、テープでまとまっちゃってるので、ちょっとここ一回切って広げますね。ここに白熊と、これはテーブルか何かですかね。あとは、背面とか壁面のパネルと、あとは土台とか。これちょっと分かりにくいんです。これ多分商店街の屋根か何かですかね。シールとかも入っているようですので、シールを貼って組み立てつつ、まずは全6種類のラインナップ一気にご覧いただきたいと思います。一通りざーっとご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。では、ここから一つずつ、細かくやっていくとちょっと時間かかってしまうので、各ラインナップ、ここちょっとお見せしたいなっていうところだけ抜粋してご紹介したいと思います。今こちらは左から右に向かって1番から6番までラインナップ順並んでますので、まず左手の1番、白熊の方からご紹介していきます。この手前にこう並んでるこのパネルは、それぞれの全てに共通しているので、パネルについては全体的に省略させていただいて、まず白熊ですけども、白熊本体。こんな感じですね。風呂敷持ってます。お買い物に行って入れるって感じですかね。後ろもこんな感じで、耳のとことかも綺麗に塗られています。で、これが白熊のいる、お店ですかね。なんですけれども、これが、商品の棚なんですけれども、特に棚の中に何かを入れるってわけではなくって、棚の手前にこういった商品のシールを貼るという風になってました。シールのサイズがこの棚の幅より大きいので、この上下にまたぐるに貼れば、ずれてくることもありません。とりあえず今回はこのシールなんですけど、シールの裏に説明が書いてありまして、これとかパッケージを参考に同じに貼ったもんですから、こういう並びですけれども、例えば魚上がいいよとか、給料も左上がいいよっていうふうであれば、貼る場所は好きに変えることができます。で、これが白熊のあった、隅っこマーケットですね。壁面は紙ですけれども、内側の壁、全部隅っこキャラクター、エビフライ、気持ち多い気もしますけれども、エビフライばっかりですね、の壁紙。で、店の外観、さっきぐるっとお見せした時もお分かりいただけたと思いますけれども、ここにバス停があった、上りかなこれは。上り旗があったり、窓があったりと。この壁面の外装についても全て共通されているので、並べた時に後ろから見ても非常にいい感じになってますね。で、こちらが、まず1番の熊、白熊でしたね。次にこちらが2番のペンギンとタピオカ。土台の部分は緑色、薄いグリーンですね。で、木の部分はこれ台座に立ってるだけのパネル。で、この白熊もパネルですね。フィギュア本体としてはこれ最初何かと思ったんですけども、ペンギン。最初緑色のヅラかと思ったんですけど、多分この枝から繋がってるので、日傘的なものなんですかね。ちょっとここまでが木で、これ何なのかよくわかんなかったんですけども、あまり見ないペンギンだったんで、ちょっと、結構面白いデザインしてますよね、このペンギン。そして、タピオカ。ちっちゃいですけど、タピオカですね。これ、カメラだとちょっと白く飛んじゃってるかもしれないんですけど、薄いピンクです。こちらが2番のペンギンとタピオカになります。続きまして3番のトンカツとタピオカ。パネル類、ベンチ類は全て同じものですね。先ほどのペンギンとタピオカと。で、まずこれが、トンカツ。なぜヒゲが生えてる。つけヒゲですかね。で、帽子かぶってます。このあんまり見かけないデザインなんで、ちょっと見た瞬間笑ってしまいました。で、こっちが、水色のタピオカ。やっぱタピオカってちっこくて可愛いですよね。どこにでもちょこんっている感じがします。3番はこんな感じ。続きまして4番の、猫がこちらですね。1番の白熊と同じようで、ここも屋根がある、お店になってまして、まずこちらが猫。買い物かご持ってます。たくさん食べると、また体型が気になってしまう猫ですね。で、これは共通してついてた、椅子というか、椅子でしょうね、きっと。で、こちらの陳列棚も、白熊と同じで、表面にシールを貼るだけになってます。貼る場所は一応、シールの裏に貼ってあった、ここに貼ってねっていう指示とかパッケージを参考にしただけで、実際ご購入された方が好きなところに好きなように貼ってもいいと思います。で、マーケット。内側の壁が同じですね。外見もほぼほぼ同じなんですけども、こちらはここに上り旗がないです。代わりにここにでっかい入り口があります。この辺のちょっとした差別化もいいところですよね。4番の猫はこんな感じ。続きまして5番のトカゲがこちらになります。まずトカゲ本体がこちら。どっかで買い物した買い物袋、コンビニドッグメラのビニールのこれですね。持ってます。ちゃんと背びれのところも色がついてます。そして、これが陳列棚ってとこですかね。揚げ物がとか、試食コーナーでタコさんウインナーがあります。出来たてお惣菜。これもシール貼っただけなので、並びとか上下左右好きなように変えることができます。で、これが、本体というか、店舗なんですけれども、1番の白熊とか4番の猫と違って、こちらは屋根がありません。壁だけですね。外見一周ぐるっとこんな感じ。これこちら側に大きな出入り口っぽい扉があります。よいしょ。5番がこんな感じ。そして最後6番目、エビフライの尻尾とアジフライの尻尾になります。まずこちらは、皆様おなじみ、エビフライの尻尾。ちっちゃいながらも、これガマ口の財布ですかね、持ってます。綺麗にそこも塗装されております。そして私は初めて見るんですけども、アジフライの尻尾。なんかこれ色塗り間違えたら、風呂敷に見えなくもないんですけども、まあ、尻尾が水色なんでアジのフライってことですよね。こんなん前から言いましたっけ？私今回初めて知りました。そしてこれが、まあ、よく食料品売り場とか、そういったスーパーにある、子供の生理時用のカートがなんかですかね、買い物カートにしてはちょっと高さが低いような気がするんです。まあ、隅っこキャラクターの身長なんで、これで買い物カートってことなんですかね。特に車輪は動かないですけども、ちゃんとここに手押しの部分があります。そしてこちらが台車ですね。まあ、どっからどう見ても台車です。この車輪は動きませんけれども、取っ手は後から差し込む構造になってました。で、これが店舗というか本体。壁紙は全て共通ですけども、外見一周ぐるっと。ここは全部この細長い窓ガラスになってます。で、これはこの、台車がメインのキットなのせいなのか、その代わり大きめのパネルがついてましたね。買い物カートを押している白熊とトンカツ。でももう一個こんな、これなんだろう。調味料詰め合わせ、猫缶って書いてますけども、こういったパネルがついてましたね。こちらが6番になります。では、パッケージを参考にして全てをちょっとつなげてみ、たいと思います。とりあえず、ざっと並べてみましたけども、こんな感じどうですかね。お買い物のお客さんで賑わうすみっこマーケット。で、買い物を終わってお家に帰る皆さんが公園を通っている時に公園のベンチでくつろぐ優雅なひとときを過ごされている皆さんって感じで、まあ、ちょっとラインナップとかパネルの場所とかはごちゃごちゃになっちゃいましたけども、まあ、この辺もですね、皆さんご購入された時に好きに並べてみるのもいいですし、こんな感じで買い物して帰る時、公園でひとときなんていう風に並べて遊んでみるのがいいんじゃないでしょうか。というわけで今回はタカラトミーアーツさんから発売されておりますすみっこ暮らし、すみっこのお使いご紹介させていただきました。まあ、実は今回のこのラインナップ、まあ商品棚とか、あとここのすみっこマーケットっていうところのシールを貼ったんですけども、それ以外に6種類のラインナップ全部書き集めると好きなところに貼ってねっていうシールがこんな感じで結構たくさんあるんですよね。まあ、今回これ一切貼ってないものですから、まあ皆さんご購入された時には、まあ、今回のキットに貼ってもいいですし、こういった、白熊とかタピオカ、ちっちゃいシールなので文房具とか普段使っている日用雑貨に貼ってみてもいいんじゃないですかね。結構たくさんあります。これも嬉しいことですよね。あとは他のラインナップと連動して遊ぶこともできるっていうにパッケージも書かれておりましたので、過去のラインナップをお持ちの方とかはぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。